日本の海地が誇る潜水艦技術は、今や日本が誇るものと言っても過言ではないでしょう。周辺国をはじめ、日本海周辺での防衛行動に大活躍です。あの軍事大国中国の潜水艦でさえ、日本の技術で発見されているという事実をご存知でしょうか？今回は、中国の潜水艦をどのように発見し、追跡しているのかについて見ていきたいと思います。2020年6月18日から20日にかけての3日間、日本の接続水域である奄美大島並びに横島島周辺のトカラ海峡周辺を潜航したまま通過した潜水艦があるという報道がありました。この潜水艦は中国海軍の所属とみられ、日本の接続水域内を海中に潜ったまま航行した上で、南西方向の東シナ海に抜けていったということでした。中国のものと推測はされたものの、当の中国側は何の声明も出していません。また、発表した日本の防衛省でも、今後の防衛上の任務に支障をきたさないように慎重に対応すべきと考えたのでしょうか。具体的な証拠などを示して、中国に申し入れをすることもありませんでした。両国がこういった状況だったので、不確定ではあるものの、中国海軍所属と思われる潜水艦とされているのです。その通り、中国海軍潜水艦だとすれば、2018年1月、尖閣諸島近海の接続水域航行から、およそ1年半ぶりの行動ということになります。2018年の前回の場合は、海上自衛隊の追跡を受けた中国海軍の小級原子力潜水艦が、浮上して中国国旗を掲げる事態に追い込まれました。その結果、国籍は、元より、潜水艦の艦級、艦首までも明かすことになったと、大きな話題になったのです。この事態は、秘匿性を最優先とする潜水艦としては、異常な行動でした。自分の存在を相手に知られないことが、至上命題とも言える、潜水艦なのですから。その潜水艦が、わざわざ、自分の存在を相手にさらすことは、通常であればありえない、考えられない事態ということで、日本だけではなく、当事者の中国でも、この小級潜水艦の行動を問題視する意見が上がったそうです。確かに、軍事至上主義的傾向にある、最近の中国を見れば、敵対視している日本に、自分の兵器である、原潜をお披露目することは、信じられないことですよね。中国本国では、非難の嵐だったことでしょう。今回2020年のケースでも、海上自衛隊の P1 並びに P3 哨戒機と護衛艦加賀を含む複数の艦艇が、当該潜水艦を追尾しています。言うまでもなく、海自は、この潜水艦の艦級、艦首のみならず、股艦まで識別しているものと思われます。では、海上自衛隊は、どうやって潜航する潜水艦を発見したのでしょうか？残念ながら、海自は、発見方法を含め、手の内を明かさないために詳しい情報は、一切公表していません。国防に関わることですから、当然ではありますけど、マニアたちはいろいろと考えているようです。敵の潜水艦発見用具として、海上自衛隊には、艦艇や追潜哨戒機のソナーだけではなく、海底の固定型ソナーも持っているようです。一昔前のソナーといえば、ソナーマンと呼ばれる聴力の優れた人間が、器具に耳を当てて、海中の音を集中して聞き取るというのが常識だったようですね。映画、U ボートにも、そういったシーンがありました。言うまでもありませんが、U ボートは、第二次世界大戦中活躍したドイツが誇る潜水艦です。
現在は人間ではなくコンピュータなどが働いてくれる時代になったのです。こういったソナー、つまり水中音を用いた補足手法に加えて、水中の電流を感知する方法、水中の温度変化を感知する方法など、海自の潜水艦は複数の潜水艦探知手法を併用している可能性も考えられます。水中の電流を感知する方法としては、潜水艦が船体腐食を防ぐために発している防食用の電流や、漏電した電流、航行中の潜水艦が地磁気に与える電流などを磁気センサーで補足する方法があるそうです。温度変化の感知方法としては、潜水艦が先行航行する場合に起きる水温変化を捉える方法です。例えば原子力推進潜水艦ならば、高温の排水を出しますし、通常動力型潜水艦は潜航深度に応じて低温の海水を攪拌することになりますから、温度差が生じます。その温度差を補足する方法と思われます。とはいえ、海上自衛隊の潜水艦発見方法、その後の対応についてなど知りたいことはありますが、公式な見解は発表されていません。となれば推測するしかないというわけです。あくまでも現時点で考えられる可能性についての憶測に過ぎないのですが、気になるのは何といっても中国海軍の潜水艦の艦級と艦種と思われます。前回2018年1月のケースでは、相手が自分から浮上したために、そのフォルムから小級原子力潜水艦ということに間違いないと考えられます。しかし今回のケースは、当該潜水艦の正体は何だったのかと推理してみれば、039A 型の攻撃型潜水艦だったのでないかと思えるのです。この039A 型潜水艦は、 NATO 北大西洋条約機構での別名は元型とも呼ばれている艦艇です。ちなみに元はヨーロッパをも脅かした、あのモンゴル帝国を建国したチンギス・ワセの子孫が中国に建てた国の名前です。日本史の教科書には原稿で掲載されているでしょうか。前での将は古代中国に存在した国の名前ですから、中国軍は潜水艦には国名をつけるというルールでもあるのかもしれませんね。さて、 039A 型潜水艦のデータを紹介しましょう。基準排水量2000トン、水中排水量2400トン、全長 72M、最大幅 8.4 メートルと言いますから、比較的ミニサイズの通常動力型潜水艦ということがわかります。039A 型潜水艦は、2006年、平成18年に、1番艦が就役をスタートしました。現在までに、全13隻が建造され、実戦配備されているそうです。それだけではなく、さらに7隻が計画中とのことで、中国海軍の通常動力型潜水艦の中では、2020年現在、最新の艦級と艦種に該当する艦艇なのです。この 039A 型潜水艦が就役したことによって、前級にあたる、039型総型潜水艦より前の旧式潜水艦の担当海域が変更されたようです。旧式潜水艦は中国沿岸部海域を主な行動範囲となり、 039A 型潜水艦が太平洋につながる外洋を担当しているとみられるとのことです。そうも中国に存在した国の名前ですよ。平清盛が進めた日宋貿易という言葉をご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。さて、旧式潜水艦は中国沿岸警備、
概要に出てくるのは 093A 型ということが分かっていたわけですから、今回の場合、日本の接続水域内を先行したまま航行した潜水艦は 039A 型潜水艦と判断されるのです。当該潜水艦は太平洋方面から東シナ海に抜けたのですから、この行動から推察すると中国へ帰ろうとしていたとみられるのです。この 039A 型潜水艦、海自の、そう、竜型潜水艦の10番艦までが採用していた非対機依存型推進のスターリング機関とディーゼル機関の両方を搭載している潜水艦と推定されています。タイへ輸出されたことも確認されているそうです。中国にとっては、外貨獲得の手段にもなっている潜水艦というわけですね。さて、今回、この潜水艦が通過した奄美大島並びに横島島周辺の日本の接続水域ですが、地理上はトカラ海峡と呼ばれている水域ですが、これについても中国と日本の公式見解がそもそも対立をはらんだものでした。それはトカラ海峡を国際海峡とみなすか否かという問題です。地図を見れば、お分かりの通り、非常に狭い水域ですし、日本は国際海峡ではないという立場ですから、国際海峡だと主張する中国とは真逆と言えましょう。中国が、頑強に、トカラ海峡を国際海峡だと言い張る理由ですが、国際海峡だったら、潜水艦が海中に先行したまま通過できるからです。つまり、正体を隠して、こそこそと通過できるのです。日本の領域とする日本は、トカラ海峡を通過するなら、無害通行、つまり潜水艦なら浮上して航行すべきと、主張しています。今回のケースでは、中国海軍の所属と思われる潜水艦は丸2日間、約3ノット以下と見られる超スロースピードで、先行航行を続けていました。この行動から判断しても、どう考えても、極めて意図的に行動していたと考えられるのです。あまりにも速いスピードで先行していたら、不審に思われて、すぐ追跡されることは明白ですからね。しかし、ゆっくりしすぎたのかもしれません。2016年1月の場合と、今回が異なるのは、海事に追われて、仕方なく姿を現して、浮上して、国籍を明かしたか、しなかったかです。2016年の時は、中国では、自国内から、激しい批判の声が上がったといいます。仮想敵とみなしている日本に、白旗を上げたようなものですから、怒る人々も多かったでしょう。それに懲りて、国民の怒りを避けるため、今回は、どんなことがあっても、浮上しないという姿勢を貫いたのかもしれませんね。